はい、どうも。チョキ様という名前でパワー様を使っているお茶と申します。では今日もランクマンやっていきましょう。はい、ということで対戦相手の方見つかりました。ローアインの方ですね。ローアインでマスター誰だろう。あ、ヨロさんじゃん。ヨロさんジータずっと使ってたはずだけど、ローアインに変えたんかな。今サブキャラで練習中とかなんですかね。頑張っていきましょう。なんかヨロさんって台湾の有名な方らしいですね。あんまり俺有名人知らないんだけど俺ロイン結構苦手なんだよね。あ、これ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 が本当に苦手で、これが本当に苦手。あ、もったいね。あ、でも隠ってました。これはしっかり昇竜拳。あー、ごめんなさい、すいませんでした。怖え、画面端おいしい。これは殺し切りたい。よし、ユグーグを出させる前に殺し切れたのはでかいです。結構EX 王者下段からミスるんですよね、よく俺。ああ、ここちょっと当て身怖いな。飛んできた、当て身怖い。こいつのさ、しばらいかなんかわかんないけど延々ムスカスのやばくない。グランの足払い感ある。あー、これはどうしようかな。あー、拾えね。くしくしょ。まあこの体力差のユグーグはそんな怖くないですね。まあ無理しない感じで、あんまりダメージをもらわないように。あ、やべ、もらっちゃったあー、このね、終わりかけのね、名前わかんないんだけど、下から出てくる岩が強い。やってない、やってない、やってない、やってないぞ、やってないぞ。これこれこれ、あー、ごめんなさい。確認しようと思って、確認しようと思って漏れちゃった。ほえー、2回ユグーグ出されたんだけどそんなんあり？ちょっと助けてくれ、怖いよ怖いよくっそ1ラウンドに2回ユグーグ出されたのは初めてなんだけど俺、マジか。やってないやってない、ラッキーラッキー、おいしい。あ、しっかりガードボタンを押しながら飛んできた。これは空投げも視野に入れていきましょう。今のは地対空でもよかったかも。あー、意識できなかった。あー、いい暴れですね。ユグーグやめて、おいしい。リバサユグーグね、結構ミスる可能性あるので、ああいう馬弁でも諦めずに技重ねに行ったりすると当たってくれたりするときあります。パナス。ローアインの画面端本当に強いから。あ、おお、マジか。これゼタだと今ね、ツエアライセン出したんだけど、これ何？どっちなの？中下。あれ、あ、待って、これ終わったかも。あー、むずい。で、そう、さっきの話なんだけど、ゼタの当て身だと、なんか、杖ライセンが勝つときあるんだよね。ローアインの当て身は、ダメっぽいっすね。怖え。あ、やめ、爆死してないんだけど、なんか勝手にしたことになってる。俺のアケコンが意思を持ち始めてるのかもしれない。しっかり意識したときは見てからね。おいしい。いやー、ゆぐぐ出されたくね。くっそ、重ね見せてたな。この体力のゆぐぐがちょっと怖い。
たれー。あ、できてなかった。オッケー、危ねえ。まあ NC はね、単発確認簡単なので頑張りましょう。おいしいと思ったけどそうでもねえ。あー、なるほど。あ、やばい、話しすぎた。ちょっと我慢しましょう。あー、騎馬戦が一番嫌いです。あ、終わった。締めてくんねえかな。締めるくせえな、これは。ドーンから昇竜拳を我慢して見せまくってたんで。昇竜の強みはここですよね。おっと、これは死んだかな。多分死にましたね。いやー、危ねえ危ねえ。あれ、これ2本目だよね。1本目だっけ。あ、2本目ですよね。はい、ということで感想戦いきますか。はい、ということで見ていきましょう。1試合目ですかね。ちょっと今回もあんまりどこがすごい良かったとかあんまりなんですけど、まあ諦めずに演習を重ねたとこかなっていう。ユグーグをね、出させないで。あそこですかね。ちょっとね、なんだろう、あんまり、なんていうんですかね、この自分の中でですけど、そのあんまり内容の、何、濃い試合とかできてないんで、結構その、なんていうんだろう、すぐ、ね、どっちかがストレート勝ちとかして、すぐ終わっちゃったりするあれだと、あんまりその、考えながらできるっていう時間がなくなっちゃうんで、ちょっと難しいですよね。まあこういうとこは良かったですね、しっかりと。1試合目だったよな、確か。諦めずに演習重ねて、ゆぐぐ出さす前に殺していったので、こういうところもね、しっかり読めてましたね。あ、ここですね、ここ。そうそうそう、本当にあの、諦めないで重ねたりすれば当たってくれたりするので、このゲームリバサって結構難しいんですよ。なので重ねちゃえば、まあ、ワンチャンあるんで、しっかり諦めずに重ねに行くことをおすすめします。かもしくはあれですね、まあ、昇竜締めとかして裏に回ってゆぐぐ暴発を狙うっていうのも一つの手ですね。まあ、できない場合はあれですけど、しっかり諦めないで重ねに行くっていうのが大事になってきます。これ多分重ねミスってんのかな。うん、今の演習は重ねミスってましたね。で、ここね、こういうさ、なんだろう、本当もうゆぐぐ終わるって場面で下からの岩本当に強い。ダッシュして近づきたいんだけど、角換取るために岩が邪魔してくるんだよね。あは、ここが本当にダサすぎる。これが本当にダサすぎますね。なんだろう、幻覚でも見てたのかな俺。当たったように見えたんですけどね。怖いよー怖いよーって思ってる中、もう一回ゆぐぐ出されるという、恐ろしすぎるよな。これさ、この下からの岩のやつ見てから余計できないよね、絶対。この下からの岩のやつだけどうすればいいか分かってなくて、未だに。あ、で、どうすね、今、上から降りてくるとき、ガードボタン押してたから、別に西タイプでもいいんだけど、カウンターしないと美味しくないから。一応ノーマルヒットでも、西から、なんだっけ、EX マハトで、ダウン取れるっぽいですけど、あんまり俺やってないですね。あ、で、ここもですね、しっかり AC 重ねて、
そうガードボタンを押して降りてくるから、まあ、空投げ通るなってことで、まあ、動き変えれたのは良かったですけど、でもまああれだったら西対空した方が良かったですね。はい、ということで今日の動画はこんな感じになりました。ご視聴ありがとうございました。